ゲイリー・バートンはアメリカ合衆国のビブラフォン奏者。インディアナ州アンダーソン出身。レッド・ノーボが始めた4本マレット奏法をより高度に開拓、確立させた現代ビブラフォン奏法のイノベーター。彼が開発して世界中に広めたダンプニング奏法はジャンルを超えて今日のビブラフォン、マリンバの奏者や音楽に影響を与え、ビブラフォンがコード楽器としてピアノと比べても遜色なく同じレベルで演奏できることを立証させた。また、一般にバートングリップと呼ばれるマレットの持ち方を確立したことでも知られている。ゲイリー・バートンは常に時代の息吹をキャッチして表現するコンテンポラリーな音楽家として人気があり、今までに7回のグラミー賞を受けている。2008年、ゲイリー・バートンは音楽一家に育った。幼い頃からピアノをはじめ6歳からマリンバとビブラフォンで最初はクラシックの小品やポピュラーソングを演奏していた。8歳でピアニストとしてステージで演奏。またタップダンスも行い兄弟で編成した小バンドは年間100回程度のギグを行っていた。13歳の時にジャズに開眼し、インディアナ大学で開かれたスタン・ケントンのサマーバンドキャンプに参加したことがきっかけとなり、ジャズミュージシャンの道を歩むことになる。高校を卒業する頃には、カントリーギタリストのハンク・ガーランドと出会いガーランドのアルバム、ジャズ・ウィンズ・フロム・エーニュー・ダイレクションに参加。また同時に、ボストンのバークリー音楽大学に進む。在学中に、カントリー界の大御所、チェット・アトキンスの紹介で、ベイ RCA レコードの専属アーティストとなり、ニューヨークへ移る。1962年、ジョージ・シアリングのオーディションに受かり同グループで活躍。1964年、ベーシスト、チャック・イスラエルの紹介でギタリストを探していた、スタン・ゲッツのバンドに起用され3年間在籍。1967年、スタン・ゲッツ・クアルテットのメンバーだった。スティーブ・スワローとロイ・ヘインズにロックギタリストラリー、コリエルを起用したゲイリー・バートン・クアルテットを結成し、ジャズ&ロックスタイルのバンドで人気を博す。1970年、米アトランティックレコードに移籍し、キース・ジャレットやステファン・グラッペリとの共演版を発表。1972年にアルバム、アローン・アットラストでグラミー賞を初受賞。1971年、再びボストンに移り同年秋よりバークリー音楽大学で教鞭を取り始める。1972年、独 ECM レコードに移籍し、以降16年間にわたり16枚のアルバムをリリース。後にグラミー賞を受けるチック・コリアとの共演をはじめ、パット・メセニー、エバー・ハルト・エーバー、ラルフ・タウナー、タイガーを起こし、小曽根誠等当時の有望な新人を数多く世に紹介した。1988年、米 GRP レコードに移籍し、パット・メセニーとの再会セッションや、BB キング、ジム・ホールとの共演、GRP オールスター、ビッグバンドでの活躍などが6枚のアルバムに収められる。1997年、米コンコードジャズに移籍し、アストル・ピアソラの作品集など現在までに9枚のアルバムをリリース。2002年、30年に及ぶ、バークリー音楽大学での役職にピリオドを打ち、ボストンからフロリダに移る。2017年には音楽業界からの引退を表明し、同年5月から6月に小曽根誠とのデュオ編成で行われた日本ツアーを最後に活動停止した。20代に結婚。別れた後、1975年から1984年までサミュエル・ゴールドウィンの孫のキャサリン・ゴールドウィンと結婚していた。キャサリンとの間に2人の子供を設けた。1994年、ラジオのインタビューに対し、ゲイであることを告白した。2013年、長い間のパートナーであった、ジョナサン・チョンと結婚した。ありがとうございます。